そして夕暮れの行列のことを思い出した。週に一度通っている研修センターへの道中のことだ。駅舎を出るまで気づかなかったら雨が降り出していた。いつものようにタクシー乗り場に行くと珍しく長い行列だった。急に肌寒くなっていて薄暗くなった夕暮れの雨には気がめいった。早めに着きたいのにタクシーは一台もなかった。しばらくしてやってきた車に一人が乗った。あとはまた待つだけ。そんな私の後ろに毛布で乳児をくるんだ若い母親が立った。赤ん坊は高熱があるようで毛布を懸命に巻きつけていた。タクシーはなかなか来なかった。お先にと言いかけて私一人が譲っても大した意味はないと気づいた。そして行儀よく並んでいる姿に少しイラッとした。新発売のゲームソフト購入や評判のラーメン屋で行列を作るのは自由だ。しかしそれとこれを行列順番で一振りにしてはいかんぞと思った。列が高いのと声をかけると心配そうにうなずいた。寒くなってきてるしこんなところでブズブズしてたら大変なことになるよ。並んでる人に次のタクシーを譲ってくださいって言いなさいよ。お母さんなんだから。突然なぜそんなこと言われなければならないのとでも言いそうな不安げな顔で私を見るので、あなたはそれを叫べば譲ってくれるからと再度促した。決心した母親は列の前に進んで大きな声でお願いをした。ちょうどやってきた車に先頭の男性が乗りなさいと促した。走り出す車中から首をひねって何度も会釈する母親を列のみんながうなずいて見送った。なかなか来ないタクシー乗り場がしばし、ああいうことが私も昔あったなんて話で和んだというお話です。これ実際の経験です。この漫画を雑誌に連掲載をしたそれについて読者からなんだか珍しくねこう声があったんですよ。それで次の号に書いた漫画がこれなんです。魚の取り方という126話、さっきの漫画ですね。あの原稿ね、並んでいるね、お母さんのちった激励さんにこんな疑問を投げかけたファックスが福岡の佐藤さんという男性から編集部に届いた。まあさっきの漫画ですよね。そして行儀よく並んでいる姿に少しイラッとした。私さっきも言ったように、そう、私イラッとしたんですよね。それがあの少年育成という雑誌に連載をされているということなんですけれども、でそれに対してファックスでね、行儀よく並んでいる中にダンスさんもいるのだから申し訳ないなという気持ちになるのではないだろうかって書いてあるんですよね。ね、ちょっとピンとわからないという気がするんですが、こう書いてあるんです。で高熱の効果を抱えたお母さんに言わせるのではなく、気がついたダンスさんが譲ってくれるようみんなに言うべきなのではないかって書いてあるんですよね。でね、私としたらね、別にあのこのと感想をくれた人とそれで議論がしたわけじゃなくって、で、あ、そんな風に思う方もあるんやなと思うけど、でも私はそうせえへんなと思ってんだけども、で、まあ人によったらね、ダンサーの名は書きすぎてないのがいいって、そういう風に言ってる人もあったりするんですね。で、子育てのハウツー漫画を書く気はないので、こういう意見は褒め言葉と捉えてる。誰も気づいてくれない状況でも彼女は自分の子を守っていかなければならない。夫に手伝わせればいいなんてありきたりなことをここで言わないでほしい。これは母親になった彼女の世間の風デビューだったもん。あれで彼女はきっと緊急事態に黙って助けてくれる人も現れるのを待っているだけの女性ではなくなれるはずだ。母は強しと言ったのはそういうことだと思う。物に恵まれ、機械に恵まれて育てられてきた人たちは優しいいい人たちになっていると思う。でもその分ちょっと弱い。傷つくことが上手すぎて打開策に向かう力が弱い。
代わりにしてあげるのではなく、自分でできるように応援してあげるのが本当の親切というものだと思う。発展途上国の開発援助にこういう言葉があるのを聞いて改めて確信したことだ。魚をくれた人のことは食べれば忘れるが、魚の取り方を教えてくれた人のことは忘れない。誰かのせいでうまくいったりうまくいかなかったりする他者依存の人生は弱いだろう。自分で取り組んでその結果を手にする、そういうお母さんになったらいいなと思う気持ちの表れが、私の場合ああいう方法だというお話です。で、家族理解、今日最初にね理解って言って言いましたけど、家族理解というのは他者の家族物語の理解のことですよね。自分の家族のことだけじゃなくてね。で、自分以外の人の人生に理解を示すこと、もうそのことが最初に言った援助の原点がそこにあると思います。